オタファの名古屋で出会った俺のガング野郎仲間をガングと共に全力で紹介する秘密基地動画をご覧の皆さん、こんにちは、オータファーです。この動画を投稿している2日前に僕は愛知県の名古屋市に行ってきました。そこでオータファーの公民館というイベントをやったんだけど、たくさんの、えー、まあ、ガング野郎、僕の友達が駆けつけてくれました。来てくれたそこの君、本当にどうもありがとう。 来れなかった人とかね、あ行きたかったけど行けなかったなというたくさんの人がいるかもしれません。まあそういった思いも本当にどうもありがとう。この動画を見てる君は僕の友達なら、胸小屋のそのイベントに来てくれたガング野郎たちも君の友達さ。まあそんなわけでその写真をちょっと見てほしい。じゃーん。すごいでしょこれ。みんなが一人一個か二個持ち寄った、その人が大切にしているガングなんだよね。 これを並べた時にちょっとお話ししたりとか、ああ、どんなことが覚えてるかなとか <laughs>、覚えてる限りのことをちょっと全力で、この1枚の写真を見ながら、紹介しよう。左から順番に言っていこう。まずはこれ、ヒカリアン、ライトニングガルダ。次、ブルースワットのディクテーター。これは武器で、まあ、ちょっと見切れてるんだけど、これがね、ブローバック機能がついてて、すごくいいんだよね。 次が、ちょうどここから見えないんだけど、ディズニーレーベルの、えー、ミッキーマウストレーラーのミッキーマウスカラーのやつもあります。で、このヒカリアンライトニングガルーダのちょっと奥に見える黒い物体。これは携帯操作感セブンの01。で、これは実際にソフトバンクが放映当時に発売した携帯電話で、これ操作すると01の顔が表示されるんだよね。あの、実際のこれを初めて僕見たからすごく感動した。で、このお隣。 完全変形する、ニューアーハンだね。グッドスマイルカンパニーから発売されたやつで、これはパッケージでこのまま持ってきてくれたね。で、そこで、あの、ゆっくり、丁寧に変形させて、えー、置いていました。で、その手前が、百獣戦隊ガオレンジャーのガオライノスマジロ。最初はガオライノスを置いたんだけど、あ、マジロも持ってきたよ、っていうことで。えー、あ、じゃあ、だ、だったら並べちゃえば、って言って、えっ、ー、と、この、ここに置いたのかな。さあ、そのお隣、ライオコンボイ。 これはロボットマスターズのあの型になってて多分このカラーリング的にあのトランスフォーマーが30周年記念の時の歴代司令官コレクションのやつだと思いますこれ僕も持ってるんだけどこれ色がすごくいいよねさあその後ろカブタックロボタックでしかもこのロボタックはよーく見るとねプレゼントアイテムのランドツールがついていますこのゴールドのパーツねあのすごく愛情を感じますどんどん行こうその奥 ファンズプロジェクトという海外の可変トイのメーカーだね。それのスチールコア。僕のレビューを見てて可変トイにすごく興味を持ったと。で、なんかいろいろこう探っていくうちに、これがめっちゃかっこいいってことでこれを買ったみたいだね。なんか少しでも参考になったようで嬉しいです。さあその横、超合金魂のガンバスターのリニューアルバージョンだね。これ見せてもらったときに、あ、これあの形状重視パーツついてないなと。 つまり、これ、あの、ちゃんと完全変形する状態のままのパーツで持ってきてくれたんだよね。あ、なんか、すごい気が合いそうだなと思いました。次は、手前に行きます。ムービーザベストのバンブルビー。これはね、あの、握手をした時に、あの、持ってきてくれた彼が、中学生ぐらいって聞いたら、あ、そうですって言ってたから、あ、一番なんか、この趣味を卒業しようかどうか迷うよね、なんていう話をしましたね。 もしよかったらこれからもぜひこの趣味を続けてね。あ、そうそうそう。パーマネントマットバーニッシュはどこで買えるんだいって、あの、聞かれました。あの、アマゾンとかそういう通販サイトは使えないんだっていう話をした時に会場にいた誰かが、あ、画材道具屋さんで買えるよっていう風に言ってました。すごく、あの、微笑ましかったです。さあ、その隣はサイドウェイズ。これに関してはアートで。まあ僕のやつですね。 次スタジオシリーズのジャズが後ろに見えるね。もうこれはね、本当にいいおもちゃだよねっていうことをちょっとお話ししました。さあその手前、僕も大傑作って言っていたマスターピースムービーのバンブルビー。これはビークルモードで持ってきてくれました。彼はあのリハーサルの段階、本番のかなり前から会場に来てくれて、あの待ってくれててありがとう。さあその後ろ、マシン英雄伝渡るの元王丸。あとちょっと横にヒミコもあります。 これはロボット魂のシリーズなんだけど、あ、なかなかここって、あの、ラインナップが揃わないよねっていう話をしてましたね。先人丸とか、あとは原人丸が欲しいねっていうふうに話してたのは覚えています。さあ、後ろ、このでかいやつは、ユナイトウォーリアーズのガーディアン。ここに C プラスカスタムスっていうアップグレードキットがついています。これは以前僕がレビューしたことがあって、その動画を見たって言ってくれてありがとう。なんかとっても気に入ったみたいで、そういう話が聞けてよかったです。 さあ次、オタファ人形のこの隣に、豪快レッドのレンジャーキーがあります。あとちょっと横に、離れたところに、あの変身ツールのモバイルエーツがあります。これはね、ちびっこ戦隊野郎なんだよね。ちびっこでさ、すっごい可愛かった。親子で来てくれてたね。あと、ガング野郎ジャージを着てくれてて、とっても嬉しかったです。オタファさん、体調に気をつけて頑張ってねって言われた時、本当に <laughs>、泣きそうになった。これからも、僕は頑張るからね。 さあ、どんどん行こうマイクロン伝説のスタンダードコンボイ。かな多分これスタンダード版だと思うんだけど、あえて合体しない。こっちを持ってきたっていうのはすごくなんか、あの、ポイントかなと思います。これ単体のプロポーションがすごいかっこいいんだよね。この辺の、あの、三部作の、あの、レビューぜひやってほしいっていう風にリクエストもらいました。ありがとう。まあ、この辺もね、あの、やっていきたいね。さあ次、次 えっと、奥にウルトラマグナスが見えるんだけど、これは僕が、えっ、ー、と、名古屋で買ったものです。で、その手前に、えー、ガンダムが2体あります。よーく見ると、ロボット魂。1個は僕のやつ。あの、ビームサブルが片方のやつで。で、もう1個。右側のやつが、えー、クリアのやつだね。これ限定版なんだけど、あ、これ初めて見たんだけど、あ、すごいなと思いました。見せてくれてありがとう。僕も欲しくなりました。 さあ、そのウルトラマグナスの後ろは、恐竜戦隊、1ジ連者の大獣人これはね、えっと、イベントの途中で、えっと、まだ並べてない人いますかって声かけてたところ、あ、僕持ってきてるよって、あの、急いで、カバンから出して、あの、用意してくれたんだけど、ふと、<laughs> あれ、おたふは、サーベルタイガーってどっちだっけって、あの、足が、右と左どっちだっけって、あの、言ってたんだけど、俺なんかすごい気持ちがわかる。 あの、多分、いつもは見慣れてるから分かってると思うんだけど、こういう時って、あの、はっ,ってわかんなくなるんだよね <laughs>。あ、右だよ、右って言ったのをすごい覚えてます。次、ミニプラ、ルパレン・パトレンの X エンペラー。これはね、えー、と、ここからは見えないんだけど、あの、頭部周りが部分塗装されてて、すごい小さい部分もね、細かく、丁寧に塗り分けられていました。さあ、その後ろの白いのが、トランスフォーマー・レジェンズのスカイ・ファイヤーです。 ああ、これあれだ。ジェットファイーだっけえあれスカイファイーだっけみたいな <laughs>。あのさっきの大獣人じゃないんだけど、名前がパッと出てこなくてごめんね。さあ、そしてこの豪快じゃーのモバイル列の奥に、これちょっとほとんど見えないんだけど、マシン英雄伝渡るのプラクション、竜人丸と。あとその奥にグランズオートがありますね。これはもしかしてなんだけど、前日に僕がグランズオートをレビューしたから、あ、だったら当事品を持ってこうかなってことで持ってきてくれたんだと思います。 いや、このプラクションのオリジナルのやつ、あの、久々に見ましたね。見せてくれてありがとう。それから、この後ろ側はパッと見た感じ、トランスフォーマーがいっぱいあるね。まず、この紫のやつが、シャッタードグラス、オプティマスプライムと言います。で、これが、お、すごいじゃんって言ったら、あ、これ、本物じゃないんだよね、って <laughs>。ボソって言ってくれました。でもなんか、すごく愛を感じます。で、その後ろの黒いやつが、プリミティブ、オプティマスプライムという、少し前に発売されたやつだね。 このブラックとゴールドのカラーリングがとっても綺麗で、これ、えっと、ここには映ってないんだけど、専用武器があるんでね。それがすごいかっこいい。さあ、そしてこの赤いやつ。これちょっとわかりづらいんだけど、サイドスワイプというキャラクターが、これ武器を持ってて、これエレキギターなんだけど、多分なんだけど、ナイツ・オブ・ユニクロンっていうあのボックスセットが発売されて、で、そのボックスセットに入っているトランスフォーマーたちが、そのバンドを組んでる設定になってるんだよね。で、そこに付属品として、エレキギターがついてて、 そのギターを持たせてるっていうね、結構マニアックな、あの、ツーな人だなと思いました。さあ、その横、ブルーのコンボイが、e ーホビー限定のマグナコンボイだね。これは僕もすごい好き。この型が素晴らしいよね。で、手前に戻ると、パーフェクトエフェクト社のジンライプライムだね。これはよーく見ると、あの、人型の あの人がちょっとこう、機械みたいなやつに変形して、こう、ビークルにこう貼り付く、アイアコーンって言うんだけど、これが付いてるってことは、ま、PC の15と16、2つ買ってるっていうのがわかるね。どんどん行こう次は、オルタンレイターズのロディマスだね。これ、あの、ディスプレイのさせ方よーく見てほしいんだけど、ウィンドウがね、開くところが全部開いてるんだよね。俺はこういう風に見せたいっていうのが、こう、熱意がとても伝わりました。さあ、その次 これね、唯一の勇者ロボだね。勇者特急マイトガインのボンバーズのメンバー。ライオボンバーってやつだね。このグリーンの新幹線のやつ。そうなんでね。あのー、勇者と言って、あの、主役のロボットもいいんだけど、このサブメカが素晴らしいのね。僕サブメカがすごく好きで、このボンバーズの、まあ、トライボンバー、もしくはホームボンバーは、これ傑作ガングだね。これ僕も持ってる。めっちゃいいよね。 さあさあ、そして最後、特命戦隊ゴーバースターズのデラックスゴーバースターエース。それからちょっと離れたところにちゃんとチダニックもいます。自分にとって、あの、ガングレビューを一番最初にやったのがまさしくこれだったんで、なんかすごく感慨深いものがありました。あとはね、この写真にちょうど映ってないんだけど、他にもいろいろみんながガングを持ってきてくれてて、えっと、カップルで来てくれてた、あの、クラシックオプティマスプライムとかね。あとは、恐竜ジャーブレイブの、えー、ブレイブ恐竜人。 あの、握手の時にこっそり、あのー、そこには置かなかったけど、僕も持ってきたよって見せてくれました。ありがとう。あとは、コンセルモディフィケーションの、えー、カイザーブレイガン。それも見せてくれました。あのー、初めて実物を触ってすごく感動しました。それも見せてくれてどうもありがとう。あとは、しゃおもちゃじゃないんだけど、写真で、あの、握手した時にガンプラとか、自分の作った、あの、キットを見せてくれました。ありがとう。とまあ、こんな感じで、僕の友達が大事にしてるガングを、 まあ全力でレビューしてみました。さあそして僕が名古屋に行った時に購入したおもちゃ。じゃーん。まずはジャングルさんで購入したのがこれ。トランスフォーマーのリベンジのサイドウェイズ。これ実はもう持ってるんだけどちょっとどこ探しても出てこないから。どっかで買えたら買おうと思ったらちょうどこれが売っていました。買えてラッキー。そしてもう一つがこれ。これはマンダラケさんで購入しました。 これはね、ウルトラマグナスといって、あの、ファイブパック、あの、ボックスセットの中のウルトラマグナスなんだよね。よーく見ると、これ、キャンディーカラーになってて、こう、キラキラしてて綺麗なんだよね。あの、致命的に、あの、名古屋の人は何て呼んでいるんだろうか。あの、赤門のところあそこって活気があっていいね。なんか、ガング野郎っぽい人がたくさんいて。あとは、あの、歩ける範囲のところにジャングルさんとか、マンダラケさんとかがあって、本当にガング野郎にとってはたまらない街でした。 あとはさっきの画像のところに並んでなかったんだけど、実はこのトランスフォーマーのボルカニカス。まあそれのアップグレードキットが付いているやつも一応、これも持っていきました。あとは最後、これも紹介しないといけないね。あの僕は本当に何か物をいただくつもりはなかったんだけど、アオタファこれあげるよということで握手をしていた時に、沖縄限定新獣シーサーロボ。 これは何て言うブランドなのかな超進化変形アニーバトロン。これをいただきました。どうもありがとう。これ遊びます。そして最後がこれ。このでかいやつ。何が入っているかというと、じゃーん。48分の1スケール。メガサイズモデルのガンダムの穴カラーバージョンのやつ。いやー、これいただいてしまいました。本当にありがとうございます。これはね、親子で来てくれて、あの、 お子さんの方が、ちびっこガング野郎の方が、これをね、重いのに持ってきてくれたんだって、本当にありがとう。確かに受け取ったよ。本当にいいんですかって聞いたら、あ俺の積みプラだからこれを組んでよって言われました。友達の積みプラを崩せみたいになると思うんだけどね。これぜひ、あの、ありがたくいただきます。どうもありがとう。あとはなんだろう。愛知はね、ご飯が美味しいです。僕何食べたっけなえー、っとね、えー、うなぎ食べち すごい美味しかった。あとね、コンパルというところで、エビカツと、あとアイスコーヒーを飲みましたね。美味しかったです。なんだったらね、この会場に来てくれたみんなとね、なんかご飯でも食べに行けばよかった。<laughs> うなぎ屋さんとかね、僕、一番最初のとこ行ったら、1時間50分待ちって言われてびっくりしたんだけどさ、あれだけガング野郎の仲間がいれば、ワイワイ喋ってる間に、あっという間にそんな時間過ぎちゃいそうなぐらい本当に楽しい思い出をありがとう。 次は大阪、そして東京があります。もしね、あの、興味があれば概要欄の方をぜひ見てください。まだ受付間に合うと思います。これからも僕は、あの、一人一人のね、友達を大切にしたい。そういうことが、あの、重なって、これを見る君にも、そういう思いが伝わるんじゃないかなと、えー、そういうことを信じています。また、イベントに行った際は動画にします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。最後まで見てくれてありがとう。 またねー